久々に来ました。この大好きな磯ですね。このね、真珠の養殖の部位がたくさん入っているところ、もう間違いなく一年中チヌの宝庫、そういう場所ですね。ここの空いてるところもね、ロープがいっぱい入ってて遠投できないっていうね、それがまたいい隠れ家になってて、まあちょっと久々で楽しみですね。型は出ないみたいだけど、釣りが楽しめたらいいかなと、何回か当たりが来てくれたら嬉しいなっていうところで、ちょっと今日一日頑張ってみます。まあ、今日もやっぱりね、黄色ちゃんをメインで釣りをしていくんですが、黄色ちゃんを付け餌にするときに自分が絶対に欠かさないのがこれですね。中国産のニンニクを一塊すりおろしてきました。これをコマセに必ず混ぜてます。コマセには付け餌と同じものを混ぜろっていう、なんか聞いたことあると思うんですが、まあ、その原理ですね。それに倣って付け餌と同じ匂いがする同じニンニクをコマセにも混ぜます。かなりね、強烈な匂いがするんですが、まあ、チヌは必ずこれを好んで寄ってくるので、この匂いに反応して必ず寄ってくるんで、黄色ちゃんを使うときはね、ちょっとこれを試してみてください。コマセにね、混ぜて、まあ、こんな感じですね。ちょっとやばい色になってきてるんですが、こうやって攪拌させて混ぜてください。ちょっと麦がね、表に出てるけど入れ忘れたんで後入れしてるだけですね。こんな感じで OK です。準備ができたんで、早速一投目をしようと思います。朝日が眩しいです。それじゃあよろしくお願いします。こうやって喋りながら釣りをするのもあんまり良くないっていうね、静かに本当はした方がいいですね。こんだけね、チヌとの距離が近いとどうしてもね、静かにやんないといけないですね。朝一はボイルでやってます。もうね、どんな餌取りがいるのか、海の中がどういう状況か、そういうのをね、もう把握するためだけの手返しですね。おお、いきなり。これはあれじゃないか、アジかなんかだな。いきなり引っ張ったね。取られましたね。タックルの説明ですね。竿はニシンの 1.5 号。ちょっとね、硬め、強めですね。リールがシマノの3000番ですね。ラインがセミサスペンドの 2.5 号、浮きが0号、ハリスが 1.5 号、針がチヌの1号で、浮き止めなしですね。もうスルスル状態。これ明らかにタックルバランスおかしいだろうっていうね、ライン太すぎだろうってなるんですけど、これなんで 2.5 号使ってるかっていうと、カメラにね、ラインの動きを撮影したいからっていう、それだけの理由です。真似しないでください。道糸 2.5 号っていうのは、これは間違いですね。竿もね、1.5 号使ってるけど、1号以下。重たいんでね、やっぱり細い竿の方が軽いんで、1日持って釣りをするには細い竿がいいかなって思います。なんか凄まじいですね、餌取りが。アジと思うんだけどね。アジ釣りたいんだけどね。ほら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 、かかったよ。なんだよそれ、アジじゃねえのかよ。これきついですね。凄まじいですね。餌取り凄まじいですね。もうすぐ竿先に当たりが出ると思うんだけどね。かからないんだよね。ほら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 。すぐ離すよね。来てるよ。なんだコッパ、凄まじい餌取りの正体はこれだ。なるほど、厳しいね。オキアミダメですね、オキアミ系はね。はい、ちょっとね、太刀打ちできないんで、もう早速黄色ちゃんでいきます。黄色ちゃんで投入します。上だな、もうちょっと攻めるのはやめて、もうそこについてそうなね、チヌメイター。おお、もう食ってるよ。もう当たってきたよ。もう確
けたよ、なんかあんまり大きくないけど。実はここね、めちゃくちゃ水没するんですよね。完全に足場がなくなっちゃうんだけど、12時には完全に満潮になっちゃってほとんど足場がなくなるんですよね。でどうするかっていうと、あっちのね、あのちょっとこんもり砂が見えてるとこね、あそこに立つしかないんだけど、上に木があるんで竿が出せないですね。本来は、まあそこでね、潮が下がるのを待ってるしかないんだけど、短い竿を出してエギングロッドを使って深瀬釣りをします。アホな釣り方なんだけど、もうそうしないと竿触れないんでね。いきなりピンチかもしれないですね。ほら、もうやられてる。練り餌ですよ、練り餌。練り餌使ってもこの状態。チヌが寄ってなくて、餌取りが先に取ってる。でもチヌが寄ってないっていうのがちょっと下せないよね。いるからね、目の前にたくさん、多分。ちょっと移動しました。これね、真ん中がちょっと開けているところで、やります。もう水没してきてるんでね。本当は、あの V の近くがいいんだけど、まあこっちもね、そんな悪くないんで。さあ、頼むよ。怪しいね。ほら、やっぱり。ダメだな、これめちゃくちゃ悪いな。最悪な感じだな、これ。おうおうおう。それは、チヌじゃないのかな。どう？ほら。違う？あんまり聞かないんだけど。もうちょっと大きかったらいいんだけどな。うわぁ。まずいよ、これ。どうしよう。俺サナギ持ってきてねえんだよ今日。サナギが必要だったのかよ。ああ、すごい流れてきたね。流れ始めたね。だいたいここ上潮しか動いてないからね、基本的にね。あ、やっぱそうだね。底潮動いてないね。ラインが上潮に取られてただけですね。今度は練り餌めちゃでっかくつけました。餌取りがかじりながら、だけど針がかりせずに、じきにチヌが寄ってきて残り餌をパクッとみたいなね、想像でやってます。さあ、つけ餌がどんな風になってるかちょっと回収しますね。ゆっくり巻いて、まあ、大体想像してた通りの状態になってるんで、これをしばらく繰り返してチヌの当たりを待つしかないですね。ほら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 、大きくつけてるんでじっくり待ちます。なんだろう、あ、かかってる。おおおお、やったぜ。うまい魚ゲットしました。これは嬉しいね。やりました。はい、ちょっと今ね、試しに勝負かけてみました。勝負かけるっていうのは小マセのバック巻きですね。一点集中で尺に20杯投入して、一点集中ですね。で、小マセを巻いたところにピンポイントで黄色ちゃんを投入しました。なんちゅうやつや、もうねえ、ダメだね。ほんと残念だね。おお、ブルブルしてるよ。うりゃ。
から、なんだっけ、おおお、ちょっと待って、なんだなんだ、おおお、なんだなんだ、ちょっと待って、なんだ、ちょっと待って、なんだろう、なにこれ、おお、やったやったぜー、ミータちゃん来た、見えるかな、抜き上げますね。やりました。もう本命です、本命。これでいいんだよ、これで。いけるね。これで、いけるっていうのが分かった。数を重ねて、どっかで大きいのが来てくれたらっていうところでね。やりました。一匹目。タックル変えました。タックルというかね、浮きを変えたんだけど、飛ばし浮きの0号だったのを G2 の小さな浮きをつけました。で、ガン玉は全外し。で、スルスルですね。もう当たってる当たってる。すんごい勢いよく来てるね。着底した瞬間ぐらいですね。それでなんか触ってきてるんだよね。チャリコでしょうね、多分。まあ、なんでタックル変えたかっていうと、さっきのチヌが釣れて、もうハリスがガザガザですね。そこを張ってる状態だったんだけど、チヌが食って引っ張り回してガザガザになってたんで、そこを這わせるのではなくて、への字の状態で、G2 の浮きを支点に、への字の状態で、なおかつ浮き止めはないんでスルスルですね。今度は、餌を大きくつけてます。当たりが出てもしっかりとした当たりが出るまでは一切合わせない。お、当たり当たり、引っ張ってるよ。もうちょっとね、もうちょっと食わせます。長くつけてるんでね。いかないね。あ、食ってるね、多分。多分もうかかってると思うんだよね。なんかかかってると思うんだよね。よいしょ。あ、よっしゃ、よっしゃ。やったぞ、これ本命だよ。やったよ。いいね、楽しい、すげえ楽しい。やったー、ちょっとサイズアップやりました。よいしょ。ちょっとサイズアップです。入りました。いいんじゃない、この時期にしては。いいんじゃないですかね。やっと、まだね、かろうじてメイタっていうラインなんだけど、着実にサイズアップしてきてます。もうね、メイタはすっげえ暴れるよね。やりました。もう相当飲ませたんでね、やりました。嬉しい。いいね。すごい嬉しい。やっぱチヌ釣り最高。ほんとチヌ釣り楽しい。チヌが口を使い始めた理由、多分水深が出てきたからだと思うんですよね。潮が上がってきて、ポイントが深くなって、でチヌの警戒心も薄れてきてるっていうね、そういう状況で、まあ、地合いみたいになってるんだと思うんですけどね。結構ね、水温が高いからまだ当たりがはっきりしてるんですよね。寒チヌみたいなモゾーっていう当たりがあんまりなくて、
まあ、はっきり当たりが出るんでね、ドキドキするね。北風が冷てー、超寒いんすけど。ラインが見えないんですよね、これじゃ。やったよ。見えないんだけどね。あー失敗、くっそ。今のは当たりだったな。今のね、あの環境に適応できなくてやらかした典型的な例でしたね。こう光の加減でラインが見えない、それと横風でめっちゃ押されてますね今で。本命らしき当たりが出たのにかけられなかったっていうね。ほらもう上がってきたね。こっから先はもう足が使った状態でしばらくやって、もっと上に上がったらもう後ろに下がって短いロッドでやるしかないですね。ちょっとね、上潮が相当滑ってるんで、投入した時はあのポイントにいたんだけど、投入してすぐにこっちに移動しました。上潮が左に滑ってるんでラインが曲がっちゃうのを無理やり回避してます。実際はね回避できてないんだけど、そのままそこに立ってるよりは幾分マシなんで、これで当たりが出てくれるはずなんだけどな。さっきから当たりなしで餌だけ取られてるんですよね。針なくなっちゃったりね。フグだけが、あ、当たった、当たったけど弱いね。なんかちょっと弱々しい当たりだったね。ちょっとね、上潮滑りが若干収まったような気がするんで軽く勝負かけました。相変わらず速攻で餌持っていかれるんだけど、逆の発想でコマセをバクマキしてチヌを寄せて餌取りを散らす、餌取りを蹴散らすっていうやり方で、最初にねどうしても餌が取られることになるんで、やっぱり細長くつけてます。やっぱ日が出ると分かりやすいね。当たりだね、当たりだね。ちょっともう一回当たったら、これはいい方、これはでかいよ、量計ですよこれは。うわわわ、量計来ました。嬉しい、これは嬉しいよ。っていうかまだ取ってないからね、取ってから喜ぼうね。で向こうに走ってるね。うわ、何だ、めっちゃ走ってるね。よっしゃ、2回、よっしゃ、大したことないな。元気だな、しかしめっちゃ元気。やったー、やりましたー、やったー、すっげー嬉しいね。釣れますねー、やっぱりここは完全に飲んだね、しっかり飲ませた。やったねー、嬉しい。紺の銀鱗、もう最高だ。量計じゃなかったね、めちゃくちゃ引いた。40ぐらいだね、40ちょいぐらいいってんのかな。あ、40軽く超えてるね、ありがとう。量計が釣れたところで正直な話をします。
最近ちょっと動画をアップしてなかったんですが、忙しかったとかそういうことじゃありません。本気で魚釣れませんでした。4回ぐらい行ったかな。1回目は五所浦の磯ですね。なんかね、大きなメバルをゲットしました。嬉しいけど悲しい。ラインが走ったんだけど、なんだろう、なんだ、シムじゃねえのか、なんだあれ、何あれ、死ぬだ、辛すぎマジで。はい、今日1日かけてこの1匹マジで。まあ2回目ももう本命すらキャッチできずに撃沈しました。はい、やりました。足の裏サイズのクロちゃんゲット。いい方、いきなりいい方釣れちゃいました。やりました。30足らずですけど十分です。まあ黒は美味しかったですけどね、脂が乗って。で3回目4回目ブリ行きました。まあ、ブリをやりに行ったんですが、まさかの船坊主、バラシとか当たりとか一切なし。もう完全に心が折れました。いや坊主もね、4回続くと釣りやめようかなとか、なんかそんな気持ちが一瞬頭をよぎったりするね。昼の部です。こんなことになってて、で上はこんなことになってて、まあ、本来竿出しできる環境ではありません。エギングロッドですね。今出してるのがエギングロッド、エギングロッドで深瀬釣りをやってます。厳しいね、横風と上潮滑りね。これが収まればなんとかなるんだけどね。どうだ、なんか反応を感じるんだけど、ダメか。なんかかけました。結構引くよ。やったやった、メイタちゃん来ました。やりました、やりました。はい、よいしょよいしょ、はいはいはい、あやったよ。ちゃんとメイタ釣れましたね。こうやって大きいチヌもね、時には当たってくるはずなんで、それに期待しましょう。お、当たり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 、よし、もうかかってない、ちくしょう。ま、今メイタ釣ったネリエさんなんだけど、これ実は半年前に作ったんですよ。半年前に作ったサナギちゃんイエローですね。サナギをすりつぶして黄色ちゃんのベースに練り込んだっていう、それの半年前のやつが冷凍庫で眠ってたんで、まあどんなもんかなと試してみたんだけど、まあ釣れますね、全然余裕で。練り餌って作っておいとくとね、ずっと使えるから、自分で作った餌でチヌを釣るっていうのはもう本当最高です。これね、あの練り餌を使い慣れてる人は大体やってると思うんですけど、回収して練り餌が残ってきたやつね、これを捨てるんじゃなくって、こうやって取っとくんですよ。で取っといて、このベチャベチャしてるのがちょうど乾いたところでね、それでまたもう一回使えるんで、帰ってきた練り餌はちゃんと取っといて、またリサイクルしてください。引っ張ってるのかな、あ消えた、浮きが消えた。わあ、トラギス、トラギスゲット。ずっと当て塩ばっかり。ここで当て塩って珍しいんですよね。おお、いきなり当たったよ。ほら、やっぱああいう風に走るときはそうだな、めっちゃ走るもん、こいつ。お、当たった当たった、当たったけど、当たったけど、どう、ダメ、なんかかかってる、マジだ。
なんかめっちゃ潮動いてるように見えるんだけど、渦巻いてるようなね、潮目がいっぱい出てるように見えるんだけどね、そろそろ当たってくるんじゃないか。だったら、ほら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 、偽物か？偽物かよ。多分タイだね。タイが触ったんだと思うんだけど。